ヒデゾー、吉田ヒデゾーです。ミュージックボックス第3水曜日を始まります。今日は先月から言ってました、いつも、います松崎悦子さんがお休みということで、今日は、もう長くこのラジオのアシスタントとして、やらせていただいてますが、初の一人でやってみようみたいな感じで始めさせてもらいますので、自分もそうですが、皆さんもこう楽しめるようになればいいなと思いながら、1時間よろしくお願いします。そして、早速ですが、今日はゲストさんにも来てもらってます。まず初めのゲストの方を紹介させていただきます。琵琶湖トライアスロン in 近江八幡実行委員長の小川義和さんと広報部重久絹子さんに来ていただきました。こんばんは。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。はい、実行委員長の小川でございます。よろしくお願いします。お願いします。緊張感がなんかこちらの方に伝わってくるんですけども大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、さて6月25日日曜日、近江八幡で第8回琵琶湖トライアスロン in 近江八幡が開催されます。トライアスロンはラテン語で3を表すトライ、競技を表すアスロンからなる通り、水泳、自転車、長距離を1人の選手が3種目を一度に続けて行う競技です。歴史は約40年とまだまだ新しいんですが、2000年のシドニー五輪より正式種目となっています。ということで、実行委員長、今日あと大会まで4日となりましたが、今年8回目ということですが、大会の概要などをご紹介いただけますか？はい、実行委員長の小川でございます。そうですね、もうあと4日に迫ってきたんですけども、私今度実行委員長を務めますのが3回目なんですけども、就任した最初の仕事がですね、大会のコロナによる中止だったんですけども、昨年7回目は開催できまして、でも残念ながら観客を入れることができませんでしたので、今年8回目ということで、ようやく有観客ね、お客様は皆さんの声援を選手の方に向けていただく大会になりました。大会はですね、スイムがまず琵琶湖の宮ヶ浜という国民球場から皆さんご存知かと思いますけども、そちらの方を会場に、泳いでいただいて、そこから、大中の干拓地ですね、フラットな高速コースになります。そちらの方でバイク自転車を、こいでいただきまして、そして宮川の方に戻っていただいて、ラン10キロですね、こちらの方のコースにもなっております。はい、6月17日に今度走られるコースを清掃されたようなんですけれども、そちらの様子とかコースの魅力とかもちょっと教えていただけると。はい、宮川浜からずっとですね、小田ヶ浜というところと、大中の先ほど言いましたバイクコースですね、そちらの方の干拓地に抜けるところの清掃作業を、だいたいそうですね、70名ぐらいで、参加をいただいてですね、きれいに草を刈ったりですね、ゴミを拾ったりですね、してまいりました。もちろん実行委員長のメンバーもそうだったんですけども、高専中学の生徒さんにご参加いただきましてですね、当日結構暑かったんですよ。30度ぐらいあったのかな、ね、暑い中、はい、2時間半ぐらいですかね、清掃してまいりましたので、すっかりきれいになりました。
はい、高専中学の皆さんは当日も来てくれはるんですかね。そうですね、あのボランティアとしてご参加いただく予定となっておりますので、あ、はい、あのもちろんボランティアの仕事もそうなんですけども、トップ選手のですねレースをですね間近に見ていただいて、何か刺激をなんていうんですかね、感じていただいてですね、今後の学生生活にですね生かしていただければなというふうに思っております。今回の大会では、あの2020年パラリンピックの銅メダリスト、銀メダリスト、銀メダリストの宇田さんがゲストでトークショーに出てくださるそうなんですが、他にもたくさん盛りだくさんの情報、いろんな企画を教えてください。はい、あのトークショーはですね、去年から実はやっておりまして、 YouTube ライブで配信をしておりました。実は私1回目去年ですねトークショー参加させていただいてですね、ちょっと お笑い要素も入れながらさせていただきましてですね、今年も、それが好評だったんでしょうか、どうだったんでしょうか、2回目ということで、それもまたあのさせていただきます。そして、25日の当日なんですけども、先ほど有観客というふうに申し上げましたけども、市役所の方でですね、宮ヶ浜の会場と市役所の方の会場で、マルシェ、飲食の方ブースを出すのが一つと、八幡青年経営社会のメンバーの方に協力いただいて、そちらの方で、まあ、子どもさんとかですね、楽しんでいただけるようなイベント、そして、ライブ配信を文化会館の方でさせていただく予定をしております。小川さん、トークショーは何時からでしたっけ。トークショーはですね、前日の競技説明会の後、土曜日の24日の4時30分から、5時の予定をしております。当日のパブリックビューイングは7時からですか。そうですね、7時半から、2時まで、競技の方をライブで見ていただけますので、あの残念ながら現地に来られない方はですね、そちらの方で楽しんでいただけると思いますので、よろしくお願いします。で、大会は早朝からお昼過ぎまで周辺地域で交通規制になると思うんですけれども、アクセスはどうでしょう。はい、大変申し訳ないんですけども、ちょっと地元の方にはですねご不自由なことになるかと思いますけどもですね、通行止めの、7時半から1時、白尾線の方ですね、大中町を通る市道の白尾線と、バイクをコースはですね通行止めとさせていただきますので、協力の方よろしくお願いしたと思います。あとはですね、先ほども言いましたように、有観客でいうのが今年一番の売りでございます。あのやっとその活気が帰ってきましたので、レース以外のこともですね、楽しんでいただける、もちろん先週遠方から来ていただいてますので、近江八幡の物産であるとかですね、もし時間があれば観光とかですね、していただいて、先週はね皆さん全国から来られるんですよ。ですからそういう方に近江八幡の良さをですね、また地元に帰られたりですね、次の大会違う大会に出場された時にですね、積極的に発信していただいて、いや近江八幡良かったよと言ってというふうに言っていただくことをですね願っております。北海道から、はい、そうですね、北は北海道から、南は、南っていうんですか、西ですか、広島の方から、先週福岡の、福岡です、九州ね。お年は何歳から。結構ですね、もちろんその大会のカテゴリーは違うんですけども、中学生からですね、上は83歳、83歳ですよ、秀人さん80代3人、80代3人でなんです。すごいですね。すごいですよね。あの全部やらはるんですか。全部やられます。しかもね、時間の、あの制限があるので、やっぱりね、それでもね、それまでに帰ってこられるんです。帰ってこられます。すごいですね、やります。僕も泳ぎは得意なので。あ、そうなんですか。あの水中の魚さんと一緒に泳いでゴールしたいなと思ってました。面白い方ですね。ありがとうございます。あのぜひですね、琵琶湖の魚たちとですね、秀人さんが泳ぐ姿をですね、まあ、想像しながら、まあ、残念ながら今年はもうエントリーを打ち切ってしまったので、来年以降ですね、期待したいというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
まだ海八幡活気が戻ってきたといっても元通りはないんですけれども、今年はたくさんの観客の方に来ていただきたいです。スタッフ一同選手をはじめご来場のすべての方々に最良の環境を整えて皆様の安心安全 にお迎えできるように準備させていただきます。ぜひ皆様のご来場お待ちしております。秀蔵さんもちろん来ていただけるでしょうか。僕はもう一緒に走ったり泳いだりという気持ちで応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんで参加していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、電話番号0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。ヒデゾーのコーナー、ゲストコーナー。続きまして、次のゲストに来ていただいてます。紹介します。ゲストのフルさんです。こんばんは。ありがとうございます。次のゲストはフルさんなんですけども、ちょっと簡単に説明しますと、昔というか10代の頃に、バンドのおしめボーイズっていうバンドを僕は初めて組んだバンドのメンバーとなります。そしてちょっと僕から言うのもあれですので、自己紹介をちょっとしてもらったらどうかなと思うので、自己紹介をフルさんお願いします。はい、はじめまして、フルと申します。今日はよろしくお願いします。普段は会社勤めをしています。ヒデゾーとは、中学1年生からの友達です。さっきヒデゾーに言われましたけど、おしめボーイズというバンドを一緒にやってました。でヒデゾーがベースボーカルで、でギターがいて、で僕はドラムを叩いていました。でその後僕はいろいろ弾き語りでライブに出たりで、バンドを何度か組んで、歌っていました。今も時々ですけど曲を作ったり、本当にたまにですけどライブに出させてもらったりしています。はい、はい、ありがとうございます。それでね、フルさんはやっぱり今日ね、僕こういう日なんですよ。でこういう日にやっぱり
なかなか自分一人では言うのでね、助けに来てくれたんですよ。ということは、フルさんは何か助けないといけないの。プレッシャーやね。そうですよね。だからまあそのまあ僕ら一つね、言いたいというか、まあ読んだ助けてもらうのが一つと、もう一つ理由があって、この始まりのこの今のジングルの中の歌詞ね、に登場するんですよ。でこの時にフルさんには一切言ってません、勝手にしたので、勝手にその使わせてもらったっていうね。そうですね。もう出来上がって、まあ、ジングルとして流させてもらって、その時にも言ってませんからね、まあ、勝手にね。で、まあ、僕歌詞を作った時もやっぱり歌詞、詩っていう歌詞はやっぱり降ってくるもんなんですよね、で、まあ、この今日はもう歌詞表みたいなのもあるんですけども、やっぱり降ってきたこの、まあ、ちょっと歌詞をね、今日はちょっと出てくるので、まあ、最初にちょっとこう説明したいんですけど、まあ、歌詞この「胡椒」っていう曲ですね。天かすが空から降ると、で「こんばんは」って言いながら降ってくると、でこれが僕の頭の中に降りてきたんですよね。で降ってくる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 古川君になったんですよ、ね、これは不思議ですわ、なかなかね、歌詞を書いててこんなことは今までにもないんですよね。僕はちょっと不思議に思ってて、なんで思ってもないのがこういうふうに結びついたのか。でそのまあ古川、これはどういうあれかというと、古川君を何にかけようかって言ってるんですよ、なかなかないですわ、でまあね、古川君がまあそういう食べ物にかけるなり何なりにかけるなり、まあその時はまあ食べ物であったら美味しくなるかなと思って書いたんやと思うんですよね、で物やったらまあその物にかけると何かに変わるとか、なんかそんな感じで自然に降りてきた歌詞で、まあそういったことでね、古川君をやっぱりこの胡椒を盛り上げてもらってるのでね、一度やっぱりこういう話がしたいな、でもこれ初めてですよね、こういう話するのが、だからまあ今日は本当にこういう形で来てもらえてよかったなと思ってるんですけども、ちょっと古川さんだいぶ無口なので、ちょっとなんかこう例えばまあ僕が質問するのもいいんですけども、まあ例えば一発ギャグしてもらうとか、むちゃぶりやな。なんか思い当たる一発ギャグ、ギャグ、一発ギャグ浮かばんわ。浮かばんすか。まあなかなか難しい。じゃあそうですね。僕がまあよく言われるんですけど、ちょっと早口言葉をちょっと言うとか、はいはい、一遍ちょっとそういうの聞かせてもらえると楽しいなと思うんですけど、なんかその早口のお題はあるの今
これを喋ったらいいみたいな。じゃあ早口で、うん、この歌詞を一遍、うん、言ってもらったらどういう風になるかと思うんですけど。え、言うで。めっちゃ早く。めっちゃ早く。もうこういう感じで。うん、早いな。じゃあ早口言葉始めます。はい、どうぞ。天かす天かすがフルフル。こんばんはとフルフル。古川くん古川くん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 。古川くん古川くん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 。何にかけようか何に振りかけようか。フレーフレー胡椒。う。あ、早かったんちゃうかな。僕もやっていいですかね。多分ええ勝負だと思う。天かす天かすがふるふる。こんばんはとふるふる。古川くん古川くん古川くんくんくん。古川くん古川くん古川くんくんくん。何にかけようか何に振りかけようか。ふれふれこしょう。いや俺の方が絶対早いよ今。ちょっと噛んでやろうねここ。いや僕はもうずっと基本噛んでるんで。そっか。大丈夫です。もともと二人とも多分早く喋られへん。頑張ってはいいんだけど、うん、あの僕ねこの出だしもやっぱり今日一番自分が何に気をつけないといけないかっていう、うん、あの、うん、ポイントがあってこうしてるんですけども、あの早口に気にするというテーマがあるんですよ、うん、今日の、はい、一番のテーマです、うん、早口にしないと今日1時間言い残すことがあるんじゃないかなと思って、うん、今日のテーマは自分は早口にする、うん、でまあ1ヶ月間ねちょっと筋肉トレーニングもしてたんですよ。早口の早口の、まあ、その、うん、こういう顔の、うん、顔面の筋力を、ね、うん、鍛えたりして、うん、まあやっぱせっかくねこういう形でおしゃべりができるので、うん、言い残すことがないようにと思って、はい、やってるんですよね、うん、だからそうだから今日はだいぶ僕早口じゃないかなと。あ、そうですか。思うんです普段よりもね。どうですかね。うん、まあそう言われたら若干早いかな、ね、はい、うん、早いですね。だいぶ早い日だいぶ気にしてるんですけどね。頑張ってる感は分かるけど。そうですね、先ほども大丈夫かって言われて。速さはどうなんでしょう。そうですか。だいぶ僕トレーニングしてきたんですよ。そうなんですよ。ほんで、まあ、やっぱり今日の目標は僕本当にこの辺早口やわ。そうでしょ、いつもより早い。で次言うのが大事やからです。ああ、なるほど。言い残さないこと、うんうん、今日のテーマは早口で言い残すようなことがないというのが目標なので、今日はそこをちょっと意識してやってみたいなと思っております。でやっぱりこのゲストなので、やっぱり何かこう喋ってもらおうと思うんですけど、はい、やっぱりなかなかね、うん、日頃喋ってるんでね、うん、そうですよね、難しい部分があるんですけども、うんうん、あえてテーマとかね、うん、僕から質問していいですか。あ、ぜひ。やっぱりせっかく来ていただいたんですから、はい、当時の秀蔵君のことをね、あ、聞きたいですよね。あ、なるほどね。もう、うん、今のままなのか。もう今のままです。ですか。年々うん、磨きがかかってきたと言いますか。めっちゃいいですね。ということは若い時の方がもっと普通やったということ。
そうですね、うん、初めておった時は割とノーマルでしたね、それが年々やはり、ああだから初めての時は、うん、まあ、僕ちょっと中学校に引っ越したんですけど、はいはい、やっぱり誰も知らないところにポンと放り込まれた状況なので、うんうん、はい、そこでできないですよね、うん、らしさを出せない、はいはいはい、ちょっとおとなしくしてたということなんですね。そうですね、袋をかぶるような感じで、はいはいはい、もうバレないようにバレないようにそんな感じだったね。そうです、ね、ああそうなんや、その頃からのお付き合いですね。そうなんですよ、はい、喋り方は今と一緒、ね、もうちょっと早かった気がします。ちゅうことはやっぱり磨きがかかってんじゃん、はい、もうそうですね、うん、へ、年々遅くなるんや、ね、珍しいですよね。やっぱり当時からパワーアップを目指してたので、よく年々年を取って動かなくなるって言いますけど、逆のイメージなので、年をいけばいくほど走りも速くなるしみたいな感覚で、けど喋りはゆっくりになったり、あ、そうです、そこはおかしいですよね。まああのやっぱりそういうところを意識してやってました。なるほど、当時からバリバリ音楽活動されてたんですね。そうですね、歌うとまたあのスイッチが切り替わるから変わらはるんで、それはわかります、ね、またそのギャップがいいと思います。うん、なるほど、えらい褒めてもうて、ほんまですよゲストですからねこんなん普段言わないもんなもうあのゲストなんで、なんかこうゲストさんにね、やっぱりこう質問したいんですけど、なかなか一緒にいるとそういうどんなメンバーだったんですか、ライブでは。ドラムですよね。ドラムです、うん、でドラムのモヒカンです。どう、かっこいい。眉毛もなかった。なかったです。で卵のね、白身をこのないところに塗るんですけど、それを僕がやってました。光るように。光るんですか。白身をね、なるほど。で剃って塗ってみたいな、ライブ前にね、やってましたね。ですね。ね、懐かしい。懐かしい。懐かしいですね。17、18ぐらい。それはその時ですわ。だから、あ、そうか、そうですね。その頃から秀蔵君は雄たけびを上げてはったんですか。あ、もう、はい、もうシャウトして叫んで、はい、うん、で古さんはやっぱり後ろでしっかりとリズムを、そうなんや、どしっとしてもらって。なるほど。僕はガタガタなのでね、やっぱみんなガタガタやと思う、演奏になりませんのでね。まあまあね、秀蔵君がシャキッとしたらおかしいわなまあこうね、そうです、そうですね、動き回って、うん、もうやっぱり大丈夫かと言われながらやってましたガリガリやったんですよ、あの秀蔵がね。で革ジャン着てベース弾きながら歌うんで、もうあのセックスピストルズのシドビシャスみたいな感じで、めっちゃパンクロックでしたね。そうですね、なるほどね。ということでどっちがゲストかちょっとわからないような感じですけども、はい、やっぱりこの今日ね、せっかく、はい、ゲストに来てもらってるので、うん、この胡椒を生でちょっと一緒に歌いたいなと思って、はいはい、で、なかなか歌えませんので一緒に歌います。はい、今これ
あれは入りますかね、出だしのフレフレのは、まあ、うん、入るけど、まあいいですか、いいですね、そんなんはいらなくて、うん、そうですね、スピーカーから音ちょっと出せないのでね、はい、ハウリング、じゃあ一緒にこの、最新の古書の歌を、もう最新なんや、はい、ニューバージョンで、ニューバージョンで、ね、はいはい、やりたいと思うので、はいはい、聴いてください、フレーフレー古書、うおーフレーフレー古書、うおー以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、聞いていただきました。今のは、ニュー古書の歌っていうことで、うん、僕は本当にこれね、初めてです。うん、あの合わせもしてませんので、はいはいはい、やめようということで即興でね、この掛け合いをできたのは。非常に良かったなと思ってますんで、はいはい、ね、またぜひこの、曲が欲しいっていう人がいれば言ってもらえたら、うん、どこでも歌いに営業の今の二度と歌われへん覚えてへん、そうね、したいなと思います。はい、そしてですね、僕一つこれ特別に思いついたことがあって、なかなかね、普段やらせてもらってて、新しいコーナーみたいなのは、まあ、今までもたくさんやらせてもらったんですけども、一つやっぱこれ記念会みたいになるので、はい、もしよければ新しいコーナーをしたいなと思ってまして、はい、そのコーナーはお菓子のコーナーっていうのをやりたいなと、うん、で今日ね、家にあるお菓子を持ってきたんですけど、はい、それを実際にゲストさんに食べてもらって、うん、その味がどうかいうのを聞きたいなというふうに思ってるんですけど、うん、ちょっとお菓子を今、はいはい、取りに行きますので、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、これはね、日頃いろんなお菓子がある中の一つです。今日はこのね、玉ねぎ三太郎、はい、これ家にありましたので、はいはい、これをゲストの人に食べてもらいます、はい、でこの味をまず僕が
聞きますので、それに答えてもらって、その味が最終得点ね、つけてもらうような感じのコーナーになりますので、最終得点、最終得点、だから僕これ点数つけるんで、はい、はい、だからこれ味、まず食感とかね、いろいろありますよね、食感とか、食べた瞬間の、まあ、香りやったり、はい、それを評価してほしい、評価してもらう感じになりますんで、うん、なんか5段階の5とかそういうわけじゃない、いや、そこは僕が言いますから、うん、ABC とか、はい、ああ、そういうことですか、どうですかいう感じ、まあ、はい、ちょっとじゃあこの玉ねぎ三太郎を食べてもらいます、じゃあいただき、はい、どうぞ、咀嚼音で、まずこの一番僕が大事にしてるところがあって、この食べてる時の音なんですよね、もう一回食べてください、これはね、音、これで味も変わるんですよ、この音で、ね、だからまず音の評価を2段階まず音どっちかない、はい、音がE が A です、 A 得点ね、ほうほう、ね、うん、音は味に関係しない、は B です、うん、はい、だからそれでちょっと A か B か、うん、今ちょっと欲しいんですけど、うん、A、 A、 はい、いいいうことですね、そうですね、音が味を変えてるということですね、うん、って思いましたけど、はいはい、僕もそう思います、あ、よかった、はい、で、うん、この次、はい、はい、味、はい、味の広がり具合なんです、僕が大事にしてるの、はい、で味が広がるいうことは一個でいいんですよ、うん、で僕は一個ずつ食べません、うん、はい、こういうふうにいきます、うんうん、でいいのは一個でいいんですよ、うん、味が広まって、うんうんうん、で悪いのは何個でもこう止まらなくいく、はい、それはどっちか3段階味、一個ずつですかね、あ、ちょっと広がるいうことですね、はい、じゃあ3点、うん、はい、ちょっと今一つルールが把握できてないですけど、そうしたら、うん、はい、もう一つやっぱ今度は目ですね、見た目、はい、のこのこれを見ながら食べると美味しく思うんですわ、はい、が、うん、かこれを見ながら食べたくないか、ね、僕はこれを見ないと食べれない、この親子のね、あ、さらにそこを見ると、ね、ここが親子がね、うん、してるでしょ、これが美味しく思うんですよ、美味しいなと思って、うん、だからそれが B です、うん、どうですかね、A は何でしたっけ、今の B はこの親子を、うん、まあ、親子を見るのが B、 見ると美味しく感じる、 A は何でした、 A はデザインがいいか悪いか、うん、はい、言うていいですか、はい、B で、 B、 はい、ありました、
ちゅうことは、はい、ちょっとこれで計算させてもらって、はい、で総合得点をします。はい。はい、じゃあ結果が早いですね。ありがとうございます。ええ、あのこれで A の 3B になりました。うん、A の2？いや、3B。じゃあそう足し算したら、うんうん、A の、うん。3B になります。これ全部言うてるだけやん。うん、うん、だから、うん、順番変わってる。最高にいいっていう。あ、そうなんですか。ことですね。いや、嬉しいな、はい。どうですかね、こういうコーナー。斬新ですね。いや、これで、あの、この、僕は会話するんですけど、お菓子と。うん、で、ちょっとこういう。結果が出たよって言えるなと思って、うん、お菓子に？お菓子に。あ、なるほど。え、ちなみに秀蔵は自分で評価するとどういう成績になるんですか？僕はね、うん、高得点になります。もっと。あ、もっとなる、うん、もっとランクが全然違うので、うん、もう通り越してますね。それは A の A のとかはどうなの？僕は Z です。Z はそんなんあるんや。はい、Z3D です。ほう。惜しいですね。まだちょっとね、うん、感じ方が弱いかなと、お菓子に対しての。あ、ほんますか。うん、もうちょっと深いところまで味は見てないと思いますね。そっか。だからそこを、うん、あの鍛えられるように僕はしていきたいなと、はい、教えていきたいなというふうに思います。まあ、こういうコーナーをちょっと、うん、まあ、意見を聞きながらやっていったらどうかなと、はい、うんうん、いうふうに松崎さんに判断していただきましょう。そうですよね。と、ね、はい、いうことで、はい、このコーナーは一旦ちょっともう、はい、終了して、はい、今度ねやっぱり僕ちょっと正直、はい、音楽を休んでる部分もあって、はい、やっぱこの機会をきっかけに、はい、したいんですよ何か、うんうん、そこで生でちょっと1曲昔のサンガンでやってた時の曲をなんとやりたいなと思ってるので、はいはい、聞いてもらえたらなと思ってます、はい、ちょっとだいぶもうサンガっていうと、うん、だいぶ前になって、この前ちょっと音源かけてたよね。そうですね、うん、でももっと古いですね。うん、21歳とかなんで、うん、だから今476か6ですから、うん、はいはいはい、うん、引き30年ぐらい、うん、じゃあ20いくつやってる、25年前。25年前ですわ。その時の曲をちょっと一曲やりたいなと思ってますんで、はいはい、それではじゃあ準備をしてやりたいなと。ギリタイトルがありましたんで、じゃあ聞いてください。電車の歌、
と電車に乗っていた。そしてどこの駅にも着かなければいいと、僕はどうしてずっと電車に乗っていた。やってなかったので、とても懐かしかったです。全然でもブランクを感じひんね。いや、もうなかなか間が空くとね、しんどいっすね。もうでもこうやっぱりいいですね、たまにやると、まあ本当にこういうことをきっかけにして、今年はやりたいなというふうに思ってますんで、はい、ぜひまたその時は生で見に来てもらえたらなというふうに思います、はい。それでは、メールがいただいてますので、はいはい、ここでメールを紹介、お、読んでくれんやな。いや、僕ちょっとまあ呼びましょうか、一度途中で止まったら交代してください。はい、じゃあいつもありがとうございます、はい。ラジオネームライダーマンさんです、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい。いつも楽しく聞かせていただいています。ところで阪神タイガースが今シーズン少し調子がいいですが、今年絶好調のは次のうち誰でしょうか。お答えください。1人目、はい、阪神タイガース佐藤輝明選手、はい、2人目レッドソックス吉田選手、
3人目将棋藤井聡太七冠4人目さすらい自転車男キレッキレ杉江正直です。よろしくお願いします。わかりました。ちょっと阪神タイガースが今シーズン少し調子がいいですが、今年の絶好調は次のうち誰でしょうかということで、はい、1人目阪神タイガース佐藤輝明選手、レッドソックス吉田選手、3人目将棋藤井聡太七冠、4人目さすらい自転車男キレッキレ杉江正直です。一人ずつ選んでもらうんですよ。あ、そうなんです。はい、うん、選んでもらってこの中で優勝を決めるということなんですが、三夜からあれですよね、決まりますよね、はい、同点はないですね。どういう順番で、まず僕がこういうふうにいきますか。あ、そうなん、じゃあ僕は、はい、絶好調は、うん、このさすらい自転車男キレッキレ杉江正直さんでいきたいと思いますね。なるほど。もうこのキレッキレいうのがね、うん、ちょっとね、いい感じで、うん、絶好調、絶好調ですね、出てますね。なるほどね、はい、僕はね、もう阪神タイガース今調子がいいんでね、はい、阪神タイガースって言いたいところなんですけど、あんまり選手のこと知らないんですよね。ああ、佐藤輝明さん、ごめんなさい、知らないんですよ。ということで、はい、まあ、そのね、さすらいキレッキレっていうのもなかなか捨てがたいところはあるんですが、はい、やっぱりね、藤井聡太七冠ですね。ああ、もう絶好調です。まあそうですよね、もう八冠いっちゃいますよ。ああ、本当ですね、うん。ということで私は3人目の、はい、3人目の藤井聡太七冠がもう絶好調です。さあ、フルさん、この中から ね、はい、ね、どうですかね。僕はもうピンと来たんですけど、はい、4人目のさすらい自転車男キレッキレ杉江正直さんですね。先ほどのゲストの方、トライアスロンに出てほしいですね。この、なるほど、上手やな。いやー、フルさん絶好調ですね。絶好調はい、となりました。そしてもう一つ来ております、はいはい、これちょっとメールを、はい、読んだ方がいいですか。読んでください、はい。ラジオネームむこもさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えっちゃん、ひでぞう、ん、ひでぞうぬん、裁判は来ましたね。久々ですね。久々やな。ひでぞうぬん、裁判は裁判はうん、すごいな、すさまじい。そうですね、絶好調ですね。絶好調ですこの人が絶好調です ね。 そうですね。これ5人目に入れてもよかったですね、お元気ですか。ありがとうございます。今日は夏至ですね。今日夏至だったんですよ。そうですよね。今日一番日が長い。もう脳でもさすがに暗いな。そうですね。8時やもんな。私は朝から喧嘩して、はい、咳して、遠いところの女友達から久々のメールが来て、大阪乗りの女性から弁当を買って、その辺ちょっと僕ちょっとよく分かんないんですけど、ひでぞう君分かります？続きいきますね、はい、カブトムシとクワガタムシとスポーツカーの自慢を聞いてもう絶好調ですね職場の女性がめまいで早退して、なんとか小雨には降られませんでしたどういう
つかの一日が長いといろいろありますねとこれは素晴らしい。優勝こっちじゃないですか、ね、そうですよね訳がわからないですよね。うん、でも一つ一つこれあったんでしょうね。そういうことですね。カブトムシとクワガタムシとスポーツカーから自慢を聞かはったんですよね。なんとなくねわからないこともないですよね。カブトムシがこう自慢げにねみたいな。皆さんは夏至をどのように過ごされましたか。私はこの後ユンケルを飲みます皆さん元気な夏をお過ごしください。今日はどんな夏至を過ごされたんですか。今日はですね、やっぱり今日この時をやっぱドキドキしてる、うん、ああ、なるほどね。もうね手につかないですよね。そうですか。あの日頃松崎さんのこの大変さが、うん、やってもないのに分かりました、うんうんうん、なるほど最高です今日はどういう、うん、お過ごしを。今日はねもう朝からあの緊張してましたね。ほんで同じですね。一緒なんですけど、ヒデゾーが緊張してるんでさらに映って緊張しますそうですね、はい、そういうことなんですよ。まあ私は別に普通通りでしたまあでも僕もこのね横でもう、うん、その想像してた助けてもらえへんふんとしたね。え、僕今日ふんとしてました。いやいや、されたらどうしようと思ってね。あ、でもまあなんとかね。まあとりあえず番組として成立しなくてはいけないですからそうですよね。実はですね、はい、最後の終わり方決めてなかったですね。そうなんですよ実はね今ね、はい、ヒデゾー君の曲がバックで流れてるの で、 は、うん、で8時になったらもう切り替わっちゃうので、はい、これで、30秒か20秒前ぐらいに、はい、さようならと終わってください、はい、もう任しましたよ。任しておいてください、はいはい。まあ、これもうちょっと時間あるんでこれ最後ね、うん、せっかくゲストなんで来てもらったのでいい感じで何かこう最後今後のね、俺はやったるぞとかとか、うん、なんかそういったこう意気込みとかあればとか笑かしてもらってもいいんで、あ、特にないんですけどねそうですよね、うん、なかなかね、ね、うん、まあそうですね、うん、まあ、あの僕はちょっと今日はねこの回を機にもうちょっと少しでもあの外で歌えたらいいなと思うので、あの本当にこういった形で温かく本当に助けてもらえたので、で日頃の松崎さんの大変さも分かったんでもっと来月はサポートできるようにね、うん、はいはい、したいなと思っておりますんで、はい、今日は本当に、はい、あの貴重な時間をありがとうございました、はい、ありがとうございました。また来月も聞いてください、はい、ありがとう、はい、ありがとう、さよなら。振りかけようか。Go! Show!